あやつは一体何者まさかそなたまでも返り討ちとはな。だがそなたの、いや、そなたらすべてのすすと無念は我に受け継がれた。十分なすす、十分な呪い、十分な力、無論十分な災厄を起こせるやもしれぬが、妹たちをことごとく返り討ちとして操めを無視することはできぬな。あれのすすをすすろうぞ。そしてこの力をも超える呪いにて、この地に災いを。黒神さんを助け出すって約束するよ。
やってみなきゃわからないよ。キスら倒せぬお前に聖堂の壁が打ち破れるか。聖堂、厚さは？さあ、お前の拳の幅くらいはあるかもな。さすがに無理だよ。そんな厚さの合金の壁を破るなんて、拳じゃなくて大砲の出番だと思うな。でも、黒髪さんがそれを打ち破られることで救われるなら、僕はもっと修行を積んで、いつか必ずそれを僕の拳で打ち破ってみせると約束するよ。100年遅い、1000年遅い。やってみなきゃわからないよ。僕はもっと修行を積んで、いつか必ずそれを僕の拳で打ち破ってみせると約束するよ。その修行、どれだけかかるやら。そうだね。その意味では確かに黒髪さんの言う通りだね。遅すぎる。10年、100年、いや1000年は修行しないとダメかもしれないよ。でも、それでも僕が必ずそれを打ち破って黒髪さんを助け出すって約束するよ。Thank you.
我は六神彦の御子となり、陸奥よ、よくぞこの千年我にその拳を奉じ続けた。そなたの願い通り、今こそその拳に奇跡を宿らせよう。だが聞け、神の与える奇跡とは、人の身の器には有り余ってなお過ぎるものだ。その身にて奇跡を起こせば、それと引き換えにその身がどうなるか我にも分からぬぞ。この千年という年月はそなたにとっても十分な月日であったろう。怨嗟も憤怒も、そして悲恋の痛みも、あるいは癒えて、あるいは忘却の彼方に流し去ることもできたかもしれぬ。だからそなたは奇跡を望まぬこともできる。
人が生きて生き続ける力は、人が求めるどんな奇跡よりも尊い力があるのだから。 いえ、彼女たちの苦しみを終わらせるためだけに今日までの日々があったのです。彼女たちは今日まで呪いを封じ続けるためだけに命を千年もの間捧げ続けてきたのです。それを終わらせることが僕の身一つを捧げるだけで叶うのならば、喜んでこの拳にて奇跡を起こして奉りまする。そう言うだろうと思っていた。その覚悟に揺るぎがないこと、確かに見届けたぞ。よかろう。そなたの拳に奇跡の力与えようぞ。だが、神が奇跡を起こせば、一つの歯車の動きが別の歯車を動かすように、神の呪いもまた顕現する。その奇跡を拳に宿したなら、もはや一刻の猶予もないぞ。奇跡を起こすなら、いっそ実は感じる。でも心配しないで、風邪とかじゃないから。本当に大丈夫なの？心配かけてごめんね。シャワー浴びて着替えてくるね。父さん、僕は鈴原流神前武術を完成させたよ。Thank you.
今助ける。鈴の目ゾッキャー、邪魔をするな。取り押さえろ。殺しても構わぬ。お鬼じゃ。何をもたもたしておるか。さっさと釣り金を落とすのじゃ。鈴の目、やっぱり熱があると思うよ。ちょっと微熱っぽいけどね。でも全然大丈夫だよ。無理しないで、今日はお休みしたら。そういうわけにはいかないよ。僕も皆勤賞を狙ってるからね。具合が悪くなってもアイドンとノーノーだからね。黒髪？今日はまだ来てないな。あいつは遅刻も欠席もグレートに気まぐれなやつだからな。黒髪さんに何か用事でもあったの？うん、ちょっと伝えたいことがあって。待ってたら来るんじゃない？午後とか、あるいは部活とかね。さすがグレート黒髪、優雅なご投稿だね。社務所に伝えてくれ。そんな高熱じゃ無理だ。あんたの家系は特に体が弱いんだから大事にしなきゃ。お嬢様を母屋に。早く早く。
理しないで帰んなよ。私もずっとそう言ってるんですけど、頑固頑固で。別に部活はサボっても皆勤賞には響かないと思うぜ。そうかもね。黒神さんに伝言があるなら、私が会った時に言っておくよ。タマユンに頼めば？よくクロッチに電話してるそうだし。そうだね。今日来ないならそうしようかな。おいおい、フラフラだぜ。無理をしても全然グレートじゃねえや。ちょっと保健室に行こうかな。それを言うのちょっとレイトレイトだよ。肩を貸すぜ。あれ、クロッチ？我に感謝せよ、トエ。そなたのけなげな願いを叶えてやろうと思ったからこそ、今そなたはここにある。トエ、我の時は満ちた。そなたの千年の苦しみから解放される時が来たのだ。などするものか。もはやそなたの身に我を封じ続けることはかなわぬ。そなたももうそれに気づいておろう。その苦しみに耐え、千年の間この六神彦の御事の呪いを封じ続けてきたこと、褒めて使わすに値する。だから我はそなたにこの最後の奇跡を与えたのだ。陸奥の末裔すす原鈴無に最後に一目会いたいというそなたの願いを叶えることでな。わかっておろう。本来ならば、ゆうべそなたの腹を破ってもよかった。しかし、それではあまりにそなたの千年が報われぬと、我は一昼夜を猶予したのだ。わかった。神の呪い。おごりと受け取るならば、それもよし。ただし、この時間さえも我の慈悲であることを忘れるな。二つの松野から
好きな方をそなたに選ばせようぞ。一つ我の行為を無下にし、このままろうそくの明かりが消えるように消えゆく末後。すすはらすずむとちぎりをかわすのだ。それできれば黒は いずれにせよ、すすだきの秘術は明日の夜明けを待たずに破れる。ならば最後の時くらい、千年を超えて再び出会えた運命の男と体を重ねて迎えたいとは思わぬか？何をためらうのか問えよ。そなたがすすはらすずむを抱こうと抱くまいと、この地を明日の災厄から守ることなどできぬのだ。
神さん、大丈夫？足元ふらついてるし、無理に学校来なくてもよかったんじゃ。クロッチ。そうえ、そなたの選択しかと受け取ったぞ。誇り高く最後まで生贄としてさらなるすすを拒むその矜持、見上げたものよ。なれば明日の朝はおろか今宵の月さえも待つ必要はあるまい。カナエ、ツバキコ、リリア、三人の蓄えたススはすでに我が身に取り込んだ。そしてそなたの体を得て我は最悪の執行者となろうぞ。だがそなたがいらぬと言うなら、すすはらすずむのすすは我がもらい受ける。知った。 あの三人のすすを集めたのは雛形。ないけれど、今ほとんどのすすはお前に集まっている。雛形眉とは巡り合わせ悪く運命の歯車が合わなかった。あれもまたそなたらと同じ弱いであったなら我の声が届いたもの。
かし問題はない。その分の鈴は鈴原鈴芽の生き肝よりもらう。そなたの爪と歯を使ってな。お気の毒だけど、すべてがあんたの思い通りになると思ったら間違いは。何を言い出す。もう呪いを弾き込むことはできない。そうね、 あんたの勝ちよ。それは間違いない。でもね、あんたのその勝ちにまだ肉薄かな。できる嫌がせが残ってるんだから。ない。今よりお前の体は我のものとなる。そなたにどのような企みがあろうとも、もはや瞬きの自由さえ与えぬ。それで何ができるというのか。こういうことができるの。
大丈夫よ。これは病気じゃないわ。疲れすぎね。疲れすぎ？最近、すすはらくんは神前武術のお稽古を少し頑張りすぎてたんじゃない？ああ、それは確かに。先日も雨が降る中、ぶっ倒れるまでやってて、私すっごい心配したんだから。おいおい、そりゃグレートが過ぎるぜ。そうかな。一眠りしたら少しは楽になるはずよ。しばらくおとなしく目をつむっていなさい。はい。破るには神の奇跡を宿すしかない。でもその力は人の身にはあまりに過ぎたもの。神の呪いを打ち破ることはできるかもしれないけれど、僕に何が起ころうと覚悟してます。武術の継承者で、そして陸奥の生まれ変わりなんだと思います。それは大体想像できてるわ。その上でなお思ってるわ。あなたは何者なの？わからないです。陸奥の執念は確かに奇跡に届くほどのものだったけれど、それでも彼は人間。あなたは陸奥の血は引いていても、人間であることに変わりはないはず。でもあなたは、なるほどね。あなたは、僕は意地悪です。あなたにとってはあなたが誰であるかなど問題じゃないわ。あなたは鈴原鈴夢。そしてあなたの運命はあなたが決める。あなたが望むようにあなたの運命をあなたが切り開きなさい。先生こそ何者なんですか？私、グラマラスでミステリアスな鈴田高校の保健室の主。そして五つ子の邪法でトエちゃんとは別に鈴の目の血を受け継ぐ呪い元神社の生贄の末裔。そして多分、おそらく私はあなたの妹。意味がわからないです。いいの、忘れて。今は少しでも体を休めなさい。もうじき峠を越すと思うから。はい。Thank you.
小賢しい真似を。しかしいつまでもそのような真似続けられはせぬぞ。無駄な努力を。けなげに己を痛めながらどこを目指すかと思えば、そなたを、そなたたちを鈴の目にすすだきの邪法を取り行ったあの梵鐘の前とは、もしやそなたはその身を梵鐘に封じようというのか。お前は呪いという超越の存在だけれど、この千年の間、唯一お前を隔てることができたものがある。すすだきの邪法の梵鐘か。吸収された。つまり
前は凡庄に隔てられたら外へ出ることはできない。そなたは一つ忘れておる。凡庄がどのような形か知らぬと見える。分かってる。それでもお前の企みは少しでも邪魔することはできる。小賢しいや、鈴の目の末裔め。無駄なことを。そなたらが千年をかけて一時しのぎを繰り返したように、そなたもまた一時しのぎに命を捧げるのか。その一時しのぎが私の、私たちの使命なり。愚か者か。けまくもかしこき、呪いもと神社のお前を拝みたてまつりて、かしこみかしこみも妄作。やめよ愚か者。このようなところに我を閉じ込めたとて最悪は変わらぬ。それよりも我と共にそなたやそなたらに理不尽な千年を強いた人鬼どもに今こそ復讐をする時ぞ。勲章を落として消えるように眠れると思うか娘。勲章の中で我はそなたの腹を内から破りて蘇る。無論忌まわしき勲章の外へ出るには短からぬ年月をかけよう。だがそれまでを退屈して待つつもりはない。我に最後まで立てついたそなたを無限に引き伸ばした時間の中で
この暗く狭い盆礁の中で永遠に慰み者にしてくれる。我に逆らいて何の得がある。問え鈴の目、我と共にこの地に災いをもたらそうぞ。そなたの千年の苦しみも我が慰めてやろうぞ。だがそれを断るというのならば、さらに千年我がそなただけをいたぶり抜いてくれる。この千年そなたを見てきたぞ。そなたが何に最も苦しみ、何に最も恥ずかしめられたか、我は全てを知り尽くしておるのだぞ。それを全てくれてやる。もてあそんでやる。なぶってやる。おぞましさに腹綿を吐き出してもなお、そなたが死をもって救いを求める嘆きが千年間こだまするまで、それでもよいのか。この千年、お前がそれほど悲痛に叫ぶのは初めてだな。それだけでお前の言う千年、お気に抜く過ごせそうだ。この愚か者が、もう一度陸奥に会いたくないか、肌を重ねたくはないか。そなたの肉体は直ちに滅ぼされ、もう奇跡さえも願えなくなるのだぞ。破られる奇跡が示されるか。今そう決めるとき。
よし、釣り鐘をかぶせるのじゃ。今助ける！トーヤムツ、いや今の名はスズムか。また千年前を繰り返したな。
そなたの愛した女は再び梵鐘に封じられた。遅かったな、遅かったぞ、すすはらすずむ。そなたは遅い、10年遅い、100年遅い、1000年遅い。そして今度はわずか1分遅かったな。何も遅くなんかない、すすの目は。トエはそこにいて、僕はここにある。何も遅くなんかないんだ。それどころか、木は十分に熟したんだ。なるほど、妹たちを打ち破った拳はそれか。むつ、そなたの千年を我はどうやら見くびっていたらしい。この千年間、人鬼どもへの復讐という一念を絶やさずにいられたのは我だけだと、そう思っていた。だが違ったようだ。僕も、僕たちも、いや、はっきりと言おう。僕も千年間、彼女を救う一念を一度たりとも絶やしたことはなかった。だからここにトエがいて、僕がいて、そしてお前がいる。憎いか、我が。憎しみなんかない。でも感謝もない。ほう、ならば我にどのような感情を向けるのか。トエと同じくらいに、僕はお前を憐れむ。おごられたものよ、人鬼の分際で神の呪いを憐れむとはな。だが千年ぶりの余興だ。どうぞ、我をなぜに憐れむのか。この地で千年前の村で何があったのか、僕は知った時思った。人間たちに裏切られた神の鹿たちの無念を、その無念が呪いとなっても何の不思議もない。でも僕はそれよりももっともっと無念があったと思う。邪法によってお前は生贄の体に封じられ、千年もの間何もすることができなかった。その間に村人たちは自分たちの罪も裏切りも神の鹿へも恩も忘れ、人生を全うし、幾代も重ね、裏切りの歴史さえも忘却し、自分たちの過去を書き直した。呪い元神社を祝い元神社と改名し、六神彦の御事の怒りを恐れるどころか、何もかも忘れ、のんきに敬い出した。
だから何だというのか、スズム。この地には我が罰するにふさわしい人間がすでにいないから、呪いを諦めて消え去れというのか。虫のいい話だ。何を言うかと思えば、それは我のセリフではないか。因果応報、罪には罰がなければならない。だからお前は存在していいんだ。お前には罪人を罰し呪う権利がある。それは誰にも邪魔できないし、僕が邪魔させない。お前が何を言っているのか我にはわからぬ。だがこの千年の犠牲者はトエだけじゃない、君もなんだ。だから僕の奇跡はトエを救うためだけでなく、君も救う。僕はこの千年をその梵鐘と共に打ち砕く。我にはそなたが何を言っているのかまるでわからぬ。だが一つ確信したことがある。我は我なり、六神彦の御事の呪いなり。千年を超えて降り積もりし我が怒り、我が呪い、我らが復讐。今こそそれが成就される時。そなたに同情されようとされなかろうと、我は我なり、呪いなり、人にどもにこの地に災いを、その千年の誓い翻すわけにはいかぬ。君の怒りは最もなんだ。君には怒る権利も呪う権利も吠える権利もたける権利もある。でも僕はそれを全て抱きしめて、今悲しき千年の終わりと始まりがつながることを打ち壊す。神の刃を。君の怒りはそんなものなのか。君は吐き出す権利がある。
そして僕は呪われた村の末裔として受け止める義務がある。神の怒りがいかに深いか、神の呪いの恐ろしさを伝える義務がある。誰ごと貴様に兄上様のご無念が分かってたまるか！僕の拳は六神彦の御事に与えられし者だ。何をよまいごと。陸奥は六神彦の御事の声を聞いた。そして千年が始まった。これは君の運命なんだ。僕がここにあることが。我らの一族の誰がお前に力を与えたというのか。与えるわけがない。兄上様のご無念を知る我らが与えるわけがない。そんな、まさか兄上様が。よくぞ我らの怒りを今日までずっと千年も続けてくれ。兄上様。神の呪いはあるべきところへ、今こそ帰る時。助けに来たよ、トエ。千年も遅くなってごめんね。
ズハラ。ほら、嬉し涙が止まらぬ、止まらぬ。だからどうか、進む。お前も、どうか、どうか、笑って。男の身勝手で勝手に一人先立って後に残される女の気持ちが、殺した。あんたが鈴を殺したんだ。あるいは耐えられるかもしれないと思ったのだ。すすはら鈴ならば奇跡の代償に耐えうると我も信じた。かけたのだ。だが奇跡は重ならなかった。呪いを破ってそなたを救い、鈴夢もまた奇跡の代償に耐える。その二つの奇跡を祈ったのだ。こんな奇跡なんて残酷。こんな奇跡ならいらない。私いらない。罪滅ぼしにもならぬだろうが、
そなたの願いを一つ、我が力にて叶えたい。望みはあるか。生き返らせて、すず、もう今すぐ生き返らせて。死は覆せぬ。生が尊くあるがゆえに、死の神聖を犯すことは我であってもかなわぬのだ。仮の命を吹き込むことはできるが、限られた短い時間となる。そんなの生き返ったって言わない。生き返らせて、鈴も生き返らせて、お願い。また千年私が呪われてもいいから、私をどれだけ苦しめてもいいから、だから鈴を生き返らせて。役立たず、うちの神社は役に立たない神様を祀ってるわ。私は今、進むのためなら私が死んでもいいって思ったわ。そういうことなのね。進むに感謝して、私一人で生きろと、そういうことなのね。ありがとう、スズム。あなたはいつも遅い。10年遅い、100年遅い、1000年遅い。でも今回はちゃんと間に合ったよ。奥神彦の御事様、私の願いは一つ。聞こう。こんな悲しい目に遭うのは私だけでたくさん。だから私はもう一組の私たちに奇跡を託すわ。鈴の目と陸奥に奇跡を。陸奥が儀式に間に合い、鈴の目を救い出す。そして二人は結ばれるという奇跡。それを叶えても、今いるこの時代、この世界には何の変化も生じぬが、よいか。別に構わないわ。言ったでしょ、こんな目に遭うのは黒髪トエと鈴原鈴間だけでたくさんだって。陸奥が助けに間に合い、鈴の目は邪法の儀式から救われる。呪いは村に降りかかり、滅ぶかどうかは知ったことじゃない。でも呪いもまた彼らのものよ。罪に対して罰が正しく下されるだけのこと。罰を先送りにする邪法など邪悪でしかない。覇者検証、邪悪を破りて正しきを示す。あんたならできるでしょう。わかった、トエよ。そなたの願いを叶えよう。陸奥は鈴の目を救い出す。そして村には再び呪いの煤が降り積もる。
それからどうなるかは我もそなたも預かり知ることではない。それで良いな。はい、私の想像の中でだけでも二人が幸せになれるなら。さらばだ黒髪と、そしてすすはらすずむ。そなたのこれからの千年が祝福されることを心より願っている。当たり前でしょ。うちはあんたを千年も祀ってるのよ。少しはご利益見せなさいよ。神の怒りじゃ。何が起こるかわからないけれど、また
みんなで頑張ればいいよ。仕方がないよ。これはお山の六神様を裏切った僕たちへの罰なんだから。だから甘んじて受け入れよう。そしてみんなで許しを請おう。六神様はわしらを許してくれるかも。いつかはわからないけれど、僕たちがちゃんと申し訳ない気持ちを持って罰を受け、試練に耐え、それでも敬いの気持ちを忘れなかったなら、きっと六神様だって許してくれると思うね、鈴の目。はい。六神様は私たちが敬いの心を忘れなかったなら、必ずいつの日にか許してくださるでしょう。立とうみんな。そして村に帰り、みんなに伝えよう。僕たちは罰を受ける。そして神様への敬いを忘れずに持ち続け、いつの日にか必ず許しをもらおうって。むつの、むつの言う通りじゃ。これはすべて欲の皮を突っ張らせたわしらへの罰じゃ。悔い改めていつの日にか許しを得るんじゃ。わしらの村は六神様のお山と共にあるのだからな。帰ろう、みんな。村へ。六神様と共に生きていきましょう。そうとも。僕たち人間は神様と一緒にこの地に共存しているのだから。
それは読んでいた。鈴の目、今日こそお前は星になる。くー、メガトンカウンター、ホームラン。はい、ムツはピッチャです。違うね、セゼがピッチャだね。そっちがピッチャです。ピッチャピッチャビッチャビッチャビッチャッチャー。ムツがビッチャ、ムツがビッチャ。違うよ、鈴の目がビッチャだよ。ビッチャビッチャ。あの二人は相変わらずだの。神様が。はい、六神様のお声が聞こえます。これで村を覆う呪いは終わりです。敬いと感謝を忘れず清らかに生きることを誓うならば、神は怒りを収めると仰せです。寄せだっけ。すごいね、神様の声が聞けるなんて。いえ、口寄せではありませんし、神の声も聞こえてはおりませぬ。じゃあどうして呪いが終わったってわかるんだい。それはここに知らせがあるのです。
我こそは六神彦の御事の呪いなり。よくぞ我らの呪いを受けながらも神を敬う気持ちを失わずに我らを慰め祭り続けた。兄上さん、ご本六神彦の御事は村人たちを正しく導いたそなたらに特別な褒美を与えよと仰せになられた。褒美など恐れ多くございます。望め、好きな望みを叶えてやろうぞ。できれば手早く決めてもらえると助かる。我も役目を果たさぬうちは帰れぬのでな。どうしましょう、ムツ。私たちはもう十分な幸せを手に入れていると思います。これ以上の何かを望んでしまうのはおこがましい気がして。一つあるんだ。何でしょう。君を救うために盆栽を割ったあの日のあの奇跡、もちろん天の奇跡であることには間違いないんだけど、誰かが、それも君にとてもよく似た誰かが僕にその奇跡を祈ってくれたから奇跡が起きた。ずっとそんな気がしてたんだ。そのようなことが。ではその祈ってくれた方は私の恩人なのですね。僕はその人に感謝したい。なれば願いはいかんに。その人に笑顔を、どれほどの悲しみの中にあっても笑顔を取り戻すことができる、そんな奇跡をその人に。ふむ、その願いしかと聞き届けたぞ。さらばだ、ムツ、鈴の音。そなたらの七年間は見下げ果てた人間どもを再び信じてもよいと思うに至る素晴らしいものであったぞ。幸せになってくれるといいですね。Thank you.
だ、スズム。みんなに聞いたぞ。みんな、お前とキスをしたというのに、私だけしてない。死んじゃったスズムとキスしても、そんなのキスに入らないぞ。10年遅い、100年遅い、1000年遅い。次は何年だ、何年遅くなる。1000年でもいいから、ずっと待ってるから。だから絶対にまた帰ってくると約束してくれ、スズム。今帰るよ、トエ。スズム、話せ。私の気が触れたんじゃない。聞こえた、確かに聞こえたんだ。スズムの声がした。スズムは生きてる、生きてるんだ。葬儀場よ、あなたの家。え、誰の。それよりすっごくお腹が空いたんだ。トエ、スズム、いつの間に私のことを慣れ慣れしく名前で呼ぶようになったんだ。君こそ僕のことを名前で呼んでるよ。
士たちは互いを名前で呼び合おうと決め合った。千年の前の、はいはい、お葬式中止です。誰かお医者様を早く。お腹空いてるって。お供えの落雁あるけど食べる？食べる、私が食べる。だってもうお葬式意味ないし。食ってやる、こんなもんみんな食ってやる。あー、もう釣れそう。さすがはグレートセスハラだぜ。デッキの最後に死者蘇生を仕込んでやがったな。このカード、僕が欲しかったやつ、くれるの？おっと、残念だな。こいつはモンスターがフィールドに戻るとき、手札に戻るんだ。地祭り地祭りだからね。こっちも大切な人がお葬式で蘇生しましたってツイッターにつぶやいたらお祭り騒ぎですよ。大切な人って誰のことだろうって。もう論点ずれてますよね。オイラもいろんな摩訶不思議を経験してきたけど、こういうのは初めてだったね。おかえり、スズム。ただいま。それでね、今日は鈴原先輩と黒髪先輩にお聞きしたいことが山ほどございまして。クロッチとスズムン、先日以来どうしてチミたちは名前で呼び合う関係になったのかね。スズム、私以外にそう呼んでいい人がどうしてもう一人いるわけ。むしろならば私たちにもその呼び方を解禁するべきだと思いません？スズムーン、ことと次第によっちゃ今日この場でまた墓場送りだからね。いつからあんたたちはそういう関係なの？クロッチ、ごまかさない。いつからなんですか先輩。千年前かな。はぁ、やれやれ、つくづくモテるグレートな男だぜ。あなただってグレートよ、鈴原くんのグレートブラザー。あなたがここにあることが、それもまた奇跡の証なのだから。奇跡の証？それウルトラレアカードの奇跡の証っすか？先生もやってたんですかゲーム？
何の話？先生よくわかんないわ。